はい、こんにちは、ジュウです。先にお知らせなんですけど、カメラの調子が非常に悪く、今から撮るんですけど、もしかしたら途中で全部データが今までのは飛ぶかもしれないので、そうしたら出来上がりだけでも乗っけます。そんな動画あんのかよ。ちょっと SD カードは新品を買ってきたんです、朝。ただカメラの方の調子がもしかしたら悪いかもしれないので、ちょっとカメラがアウトだとアウトになっちゃうので、そしたらちょっとどうにかなんかお知らせに載っけときます。動画ちょっとストップになっちゃいますね。カメラはちょっとどうにも今できないので、すぐには。じゃあ2個目で、今日はピアスを作りたいと思います。使うのはこのフレームは土製ですね。土製使います。あと、ジョイントの星1個、2個残ってこれ使います。1個だけですけど使うのは。あとね、メタリックホイル使います。昨日使ったやつ。あとね、丸カン、金の丸カン、丸カン使います。で、あと、ミニメタルパーツの星、これか、あ、三角だ。ミニメタルパーツの三角使います。あとピアス台の金のやつ、これ使います。で、あと、シリコンが、この星型のシリコン使います。はい、これで一つなんだよね。あ、あと色は、イエローとホワイトとブルーと、あとこのラメット、これは全部使えます。で、あと2つ作りたいんですけど、ちょっといっぺんにいけるかわからないですけど、一応今出しちゃうだけ出しちゃいますね。シルバーのキャッチピアス、あれ、あ、これか、これですね、2つ、これと、あとシルバーのチェーン、シルバーのシーカン、シルバーのシーカンとシルバーのピートンキャップ、昨日使ったの、あった、シルバーのピートンキャップで、ミニメタルパーツの三角はさっきのじゃん。で、あとシリコンが楕円、これどっちだろう、楕円だからこっちか、楕円のシリコン、はい、これですね。で、もう一ついけたら行きたいんで、それのやつは、ピアス台、あ、さっき出したやつだ、これね、同じやつ、ゴールドと、あとシリコンがこっちの丸のやつですね。で、あと金の丸缶出したっけ、出したね、金の丸缶で、金のヒートンキャップ、で、あと爪付きクリスタル、
これ初じゃね。これですね、爪付きクリスタル、超綺麗なんですけど、これキラキラしてて、はい、これ使えます。以上ですね。ということで、なるべく動画をね、プチプチ切っちゃうとね、ちょっと怖いんで、まあ私どっちみちいつもロングになるんであれなんですけど、まずね、やり方は書いてないので、もう見ながら行くしかないんですよ。ちょっと開けますね。腰。の。これ3つ使うのかな？え、3つともこれバラバラなんですよ。はい。で、あとこれ開けますね。土星。じゃあこれでまず土星の下に引かないといけないから、アップ多分ね1個でいける、ちっちゃいから。これで一つのピアスなる感じ。いやー、カメラがねマジやばくて、昨日の夜初期化して全部一回、もうカメラの中のデータはちょっと消えただけなんですけど、なんとか動画は1本撮れた感じなんですけど、この土星すごい可愛いんだけど、何気にすごい。で、色を作ります。まずライトイエロー、あ、で、あ、いやいや、ライトイエローを作ろう。ライトイエローはレモンイエローとホワイトです。まずイエロー入れます。イエロー初だな、上が。粉はさ、満タン入っててくれてるからさ、こぼれるの。にホワイトを入れます。あ、ホワイト、あれなんで気持ちかなかったっけ。で、これ混ぜます。粉なんでよく混ぜます。綺麗なんだよね、エルベールさんのこの着色剤、パールの輝きが出ます。
すげえ綺麗。あ、違う、これそれでシリコンの場合ちょっと透明を先に下に引いてって書いてあったので、ちょっとごめんなさいね、透明先引きますね。でこっちの楕円も、そしたらこれもちょっとごめんなさい、開けちゃいますね。で楕円は台、あ、これじゃない、一番大きいやつを使います。一番大きいやつです。で、丸のやつは、大きいのと多分ね、真ん中かな。書いてないんだよね。多分一番ちっちゃいのじゃないと思うんだよね、写真で見ると。大きいのと真ん中ですね。ちょっとはじめシリコンの下に、透明を、楕円はこの大きいやつで、この丸はこれと真ん中だと思う。で星は全部なんだけど、この一番ちっちゃい星は全部入れちゃいます。透明のレジンなんで、でちょびっとしか本当入らないんで。で、透明の今の一番下の星にはグリッターのラメ入れます。ミックスグリッター入れます。入りましたね。星がちょっと手元にないと見えない。入りました。一番ちっちゃいやつがもうちょい入る。これにもうちょいです。オッケー。じゃあこれで一回硬化しちゃいます。2分硬化しちゃいますね。その間にね、フレームの、あ、土星のやついきます。土星はね、ブルーとホワイト、
ホワイト、ホワイト、ホワイト。こっちはブルーだけ。色がね、ほんと濃くてスティックにね、つくの、色が。あ、ホワイトも綺麗。パールみたい。今日は朝副業行ってきましたよ。混んでましたね。できました。そしたらシリコンができたので、だね、欲しい。あ、だね、こっちか。星の真ん中に、中ぐらいの星にイエローを入れます。ほんと小さいんだって。今日はね、なんか曇ってる。でもね、暑い。昨日よりプラス1度。で、明日は、明日、明後日はこっち晴れ予報になっちゃって、プラス2度ぐらい。だいぶでかいとこイエロー入れます。27度今日。明日、明後日は明日が28度で、明後日29度。1度ずつ上がってくみたい。よくわかんないけど。まあ、それでね、なんか来週の天気予報見たら、もう太陽マークばっかで、このまま梅雨明けじゃないのかな、とか思って。朝ちょっとコンビニで SD カード買うから、寄って、そこの店長、いつも喋る店長さんと話して、なんか梅雨明けっぽいっすね、って、このまま、みたいな話して。今日副業行ったら、別に今日待ち合わせしてなかったんですけど、副業の社長とばったり会って、そして別に待ち合わせもしてないんですけど、なぜか妹家族とマミーが来た。すげえ偶然だった。勢ぞろいしてた。いなかったのはうちの旦那とチビで、丸の小さいところに、中ぐらいのここにホワイト入れます。やり方はね、書いてないからね、これ合ってんか分かんないんですけど
もう一個、一番ここの大きい丸のところ、ピンク、ピンク作ってないじゃん。ピンク、ピンク、ピンク。このホワイトをちょっといただくぜ。これをいただいて、ここに赤を入れます。ローズ、ローズどこ行った？ローズ、あれ、あれ、ローズが見当たらない。なんで見当たらないの？触ってないね今日まだ。赤が見当たんないよ。動画止められないんだよ。カメラが壊れてるから。あれ、赤がない。え、皆さん赤見える？見えるわけないって。やべえ、あれ、レッドさっき私あったよね。見せたよね。消えるもの？ちょっとごめん、今見当たんなくてちょっとカメラ止められたくないんで、ごめんなさいね。本当ちょっとエレベーターのレッド入れるんだけどないから、ちょっと着色の赤入れますね。あれ、ちょっとレッドどこ行ったっけ。レッド出してない、もしかして昨日使ってない。あ、昨日使ってないじゃん、やだ、箱の中じゃん。まあいいや、写真みたいなピンクになったから。ごめん、エルベールさんのもこの箱の中のもの以外は使わないっていう約束なんですけど、ちょっとごめんね、今カメラが止めらんないからさ、あんま時間食わせるの悪くて、これをここに入れます。ホワイトがエルベールさんのホワイトだからやっぱ綺麗。パールがかってる。ごめんね、これ、多分箱の中に入ってるもん、そのレッドを使ったと思って、多分入ってると思う。で、どっかのライトイエロー、これだ、一番でかいこのライトイエロー、楕円のやつにミックスグリッター入れます。まずまずこれね、ミックスグリッター結構沈むんですよね。すぐ硬化すればいいんですけど、だから裏から見ると見える感じ。入れましたよ。そしたら、星の一番大きいところ、ここにホワイト、と無着色入れるんですけど、そんなに入るかな、この星。上が無着色で下がホワイトみたいな感じ。どういうこと？そんなことする意味があるのかな？出来上がりで分かるのかな？この上に、上ってどこ上だか、とりあえず無着色垂らすじゃない？
で、この下にホワイト入れます。ほう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 、そういうことな。綺麗じゃないか、なかなか。透明の部分もありつつホワイトも入れるというね。今日はね、長男が店番来てくれてるんで、珍しく久しぶりに。そしたら今度この土星さんなんですけど、土星さんにブルー入れます。で、土星さんにホワイトでちょっと柄を入れます。マーブル的な。あ、面白い。こんな感じ。ちょっとね。それでグリッターも入れます。へえ、綺麗じゃん。勉強になるね。おお、かわいいじゃん。はい。そしたらここで白を白の星に、これね、あの沈んじゃおうかなと思って硬化した後にやろうとしたんですけど、昨日沈まなかったのでちょっと今乗せちゃいますね。ただ最後に硬化する寸前に入れないと沈むかもしれないから、今最後に持ってる。白はね、あのピンセットでつまんで、オイルは。あのね、静電気ですごいくっつくの。はい、こんな感じで。じゃあこれで硬化して同じのをもう一個作ります。一回だけ止めます。怖いけど。あ、土星見えてなかったね、ごめん。こうです。ブルーを入れて白で、あの白ちょっとつけてこうやって模様を描きました。
はい、でグリッターラメ入れました。で一回交換して同じのもう一個作ります。あ、土星は一個だけです。星もこれで終わり。この楕円とこれをもう一個作ります。丸、はい、効果が終わったんですけど、もう一つパーツを使うみたいで、この透かしパーツ昨日も使ったんですけど、でこの透かしパーツの上にどうやらこの丸いピンクと白を置くみたいなんですね。でこれだとでかくて置けないんですよ。置けるか、これで良かったのかな。これじゃないかと思って今ちょっととりあえず中ぐらいのやつを作ったんですよね。ほんとね、あの写真しかないからね、やり方は書いてないからこれ見てやるしかないんだけど、これとこれ、どっちだ、こっちだな、こっちだと思う。やっぱり中ぐらいとちっちゃいやつだと思う。これちょっと関係ないんで、ということで使うのはこれと白はどっちがいいかな。これでいいか、こっちの方がいいか、これかな。で黄色の丸は2つ、楕円2つと、あとこのお星様抜きます。あ、かわいい。これだけバリができちゃったね。バリ切ります。はい、こんな感じで、これもう一回ちょっと透明引きますね。でここで丸カン、あ、丸カンじゃない、爪付きクリスタルを一粒入これの缶を切って使用なんで、上のところこれね、ぼやけるね、ここの上の缶を切っちゃいます。はい、簡単に切れました。ほんでこれを全部くっつけていくんですけど、まずこの黄色2つはまだここに今度三角のこれですね、これを使います。これ全部で 1,2,3,4,5 個使うんで、全部だな、5個入ってるの5個なんで5個全部使います。やっぱりなんか今エラー起こしたんで、カードを一応今前半取った分はもうパソコンに移動しました。恐ろしい。その後カード差し込んだらカードエラーになった。怖いわ。透明、出しといて、まずこの楕円の黄色の表面ですね。今日全部入ってるね、今ね。この表面に、でこの星を配置します。
重いなこの星。リボン型になるようにこんな感じで配置します、うん、今日はソフトクリームがめちゃめちゃ出ます。さっきから結構作ってます。はい、こんな感じでリボン型でいきます。でね、この黄色と白をこんな感じでくっつけるんですよ。ということでこれはさ、ここにレジンを塗って、それで白とくっつけます。で、この表面のここにこの三角乗せます。はい、はい、はい、今、まあ、視聴者さんが会いに来てくれました。ありがとうございます。ということで、どこまで行ったっけな、これを あとね、土星の上も透明タラス、嬉しいです。同じ神奈川県内なのですぐに会えました。作品も見せてもらいました。嬉しい。で、この透かしはね、ちょっと透かし置いといて、練りケチ、と、魔法のランプ。練りケチでこれ丸と丸じゃん、二つ、あともう一個腰のね、この腰真上につけるんだ、ヒートンキャップ。じゃあこれ削らなきゃいけないね。この腰ね、真上にヒートンキャップつけるらしいんで、ちょっと削ります。ちょっと粉飛ぶんで、ちょっと袋の上で出して。今日はね、視聴者さんが来てくれるっていうメッセージをいただいてたんで、お待ちしてたんです。大渋滞だったらしいですね。お昼に出て今夕方なんですけど、同じ神奈川県って言ってもちょっと端から端なんで、ね、嬉しいっすね。視聴者さんに会えたのは何ヶ月ぶりだろう。この間素敵親子さん会いに来てくれたのが最後だったから、あれがこの騒ぎになるちょい前だったなあ。でもちょっと騒ぎになってたからかもしれない。嬉しかったなあ。
で、ヒートンキャップが金色のとシルバー、金だけだ。あ、金色だけだ、今は。やっぱね、会いたいね。会うと嬉しいね。私がね、皆さんとこ会いに行けたら行っちゃいいんですけどね。まあ行きますけどね。登録者1万人になったらね。日本全国レジンの旅。約束してあるんでね、皆さんと。まあ、いつの話やら。これ金だよね、金だよ。よし、じゃあこれで、あ、じゃないじゃん、向かんじゃん忘れてた、すかしのね、とこにちょっと下、あれ引いてあるんで、そのままレジ塗っちゃいますね。剥がれるんで、下シリコンマットなんで。で、ここにこのピンク、白とこのダイヤモンドを置きます。はい、じゃあこれで硬化します。で、その間にね、ちょっとまあカメラこの状態でその間にもないんだけどね、このシルバーのチェーンを 1.32本に切ります。1.3 だって、 1.3ってことは、一回2.6で、もう大体で約なんで、もう 1.5 でいいやって感じ。一回ちょっと3センチ弱で切りますね。ごめんね、カメラをちょっと止めて作業しろって感じなんだけど、ちょっと今3センチのところで一回切ります。で、そのまた半分に切って 1.3 ということで、
今日は夜早く帰るんすよ。ちょっとかっぱ寿司、100円寿司なんですけど、かっぱ寿司へ行ってきます。妹家族はちょっと来てたんですけど、2日間だけですけど、実家に。明日帰っちゃうので、今日はみんなで待ち合わせをしておりまして、車何台になるんだろうっていうぐらいの数で待ち合わせなんですよ。会うのは3家族なんですけど、うちと妹家族とパパとママだから3家族なんですけど、多分車は私と長男で1台じゃん。で、旦那と長女で1台で来るじゃん。んで、パパはパパで仕事場から来るんで直で、それ1台じゃん。ほんで、妹家族とママが1台で来るから、何台なんだ車。田舎あるあるですよこれ。都会だったらありえないでしょもうね、田舎はね、バス走ってないんですよバスないんですよまあ赤ん坊が2人もいるんで、1歳児が。で、遠いんですよ。都会って近くとかにあるでしょ、食べ物屋さん。うちかっぱ寿司さ、ちょっと離れてるとこにあるから、車じゃなきゃいけないんですよ。誰一人徒歩で行ける人はまずいない。あそこまで何分かかんだ、これ徒歩で行ったら2時間以上かかるそう、だから田舎だからね、駐車場がでかいんですよ。みんな車で、車一人一台の地域なんで。私は子供の時からそうよ。実家に、だからまだ住んでた時、私が、車、妹もまだいた、ちょっとの時間だったんですけど、私と妹が実家にいて、もう成人してた時期は、本当に家、親の車で1台と私の車1台と妹の車1台、3台で、家のそばに駐車場借りても安いんですよ、田舎だから。駐車場代運税なんです、運税。三浦市あれなんですよ、軽自動車車庫証明いらないんですよ、車買うとき。車庫証明いらないってどういうことだろうね。路駐していいってことなのってことになっちゃうよね。まあ多分そういう意味じゃないんですけどね。今いるのかな、前はいらなかった。うちの今 K は横須賀で買ってるから車庫証明いったけど、ちょっとこれヒートの周り怖いんで、もう少しレジ塗りますね。昨日そうだから、ビデオカメラぶっ壊れて、私ここですっごいなんか一人でビデオの初期化とかしてて、店出たの8時過ぎだったんですよ。もう昨日お客さんも混んだんですけどね。今日はだから待ち合わせしてるんで。でね、かっぱ寿司ね、人気で、予約しないと多分連休中なんか入れないんで、さっき私が予約したんですけど、いつも私は予約係なんですけど、ネットで私は登録してあるんで。オッケー、君オッケー、君オッケー。これ怖いな、
これもうちょっとがっつり留めたい。ちょっと上塗っちゃおう。ちょっとやり方マニュアルないからさ、私のやり方でやるからがっつりいきたい。よし、こうか。で、この後は連結していくんですよ、すべてを。のこれはピアス先につけた方がいいな。ピアス台の方はこれどういう風になるの。そういうことよね。すごい、なんかさ、いつもダラダラ長い動画なのにさらにダラダラ長くなってて本当に申し訳ないね。もうね、ビデオカメラ買えって感じでしょ。買えねえよそんな簡単に。ビデオカメラ買うお金があったら多分、ね、家賃払ってるよ。ここの家賃払えって感じでしょ。もう払うことにした。もうあの、もうまたローンレンジャーなので借金して払うことで、シーカンでシーカンのシルバーが4つ、あれシーカンでついてるのかな、書いてないな。シーカンでいいのかな。今日はマジソフトクリームデーですね。発注してよかった先週。発注してよかったつもり、納品頑張った。私ほらあの納品前までだったらまあ全然普通にやってたんですけど、今あの納品ってここ店で平日しか配達してくれないんで、火曜と金曜って決まってるんですよ。そこのその時間にいなきゃいけないんですよ。でそれの時間にいるってことは長女連れてきてって大変なんですよ結構。まあね、アイスの納品もそう楽じゃない。おっ、がっつりくっついたじゃんこの星。でこの星はもうこの裏にピアス台をつけなきゃいけないのでつけます。はい。でこの子たちはヒートンキャップをまだつけてないのでヒートンキャップつけます。立たせます。君はもう連結のみ、君も連結のみ。君はちょっとバリができたから取らせて。最近人気のソフトクリームはなぜか宮崎マンゴー。
あとこれか、うん、これも裏にあれつけます、ピアス代。水がね、プレミアムのアイスばっかり出る。嬉しいですね。プレミアムが自慢なんで、うちは。これに関してちょっと裏側にレジン塗っちゃいますね。さっき表側にもう一回がっつりつけたいんで。この星もう一回こっち側をがっつり。シルバーのヒートンが、あ、これで使い終わりましたね。2つ。アクセサリーって本当細かいんですけど、作ってると楽しいですね。大変なことにもなってますけど、アイスなんで切ります。はい、すべての効果が終わりました。ごめんなさい、ちょっとお客様がいて動画撮れなかったんですけど、これとこれの後ろにこれをつけただけです。あとは特にやってません。さっきこれヒートンつけたのもやったよね。で、側面はレジン塗りました。はい、あ、で土星は裏側じゃん。じゃあこれを今度組み立てていきます。まず土星さんからいこうかね。土星さんをこの星のジョイントのパーツとこの星とを丸カンでつけるです。はい、ちょっとあんまりアップしちゃうとまたぼやけるんで、すいません。このぐらいで。じゃあまずちょっと土星と星パーツつけます。
で、ここで星さんと土星さんが表裏気をつけてください。これが表がこっちってことはこの向きで、はい、できました。ということでこれは出来上がりです。片方がこれで片耳がこれなんですよ。で、もう一つの耳にこの星をつけるんですよ。はい、これで一つのピアスの出来上がりです。結構可愛いです。これがかなり黄色と透明の星なんですけど、アクセントで四角の、あ、三角の、あの金入ってるんでかなり可愛いです。で、こっちはぶら下がりなんで結構これは可愛かったです。これ可愛いわ。はい、このピアス超可愛い。この星3つ大きさバラバラなんで可愛い。ぶら下がる、片方がぶら下がりだから片方固定で、うん、可愛いかも。この時期髪アップとかにしたら、はい、じゃあこれで一つ完成です。じゃあ次行きます。次、次は、ピンクいこうかな。これとこれをまず、ヒートンキャップで丸カンでつけます。白の方は全く無地なんですけど、表裏特にないんですけど、ちょっと透明のレジン引いた方を表にしようと。よいしょ。はい、完成。これがこっちも、これが片方が本当にシンプルなんですよ。これだけなんですよ。片方がぶら下がりのこれで、もう片方の方にこれですね、ダイヤが入っているので、シンプルとキラキラと大人っぽい感じですね。できました。はい、おしゃれじゃない、これを左右につけてたら。大きさは違うんだけど統一感があるじゃないですか。さっきのもそうだけど、違うんだけど統一感があるじゃないですか。で、これもまた左右違うんだけど統一感があるっていう。思いつかねー。ついピアスイヤリング作るとき同じものを2つ作ってしまいますよ。このダイヤが綺麗なんだけど、めちゃめちゃ。はい、これ2つ目です。で、最後なんですけど、これはちょっとぶら下がりなんで、まずチェーンとシーカンで、チェーンとピアスをつけちゃいますね。はい、シーカンとチェーンをつけます。これね、今日もうほんと動画ダラダラになってて、なんか申し訳ない、もうほんと2倍速で見て。で、今度このチェーンの先にこれをシーカンでつけます。飛ばしますね、そこまで。ちょっと、はい、出来上がりました。
でね、すぐ着いたんですけど、これは可愛いです。垂れ下がってるピアス、こんな感じです。まあ可愛い。チェーンの長さは切った後に左右対称になるように、あの一コマ取って合わせました。はい、可愛いです。キラキラしてます。ホロ入ってるんでラメですね。ミックスグリッターですね。名前勝手につけちゃうんですいませんね。はい、じゃあ今日はこんな感じでピアスを3種類作ってみました。大人っぽい感じで可愛い感じで、これはまあ素敵、なんか私的にちょっとどれもお気に入りって感じ、自分で使いたい感じですね。このこう、まあ、ピアス作る、イヤリング作るって時、多分これ私作っちゃうと思うんですけど、この左右違って、まあ、統一感があるっていうのも初めて作ってみたんで、いい勉強になりました、とても。はい、左右全然違うのに、まあ一緒に使えば統一感があるみたいな、おしゃれ。これね、ダイヤが綺麗なのよ。ダイヤじゃないけど、はい、そんな感じ。これも全然全く左右違うけど、一緒につけたらまあ統一感がある感じですね。その辺が勉強になりました、今日は、とても。ということで、今日は11種類の中から昨日4種類、今日3種類で今7個目作り終わりました。ピアスを3つ作ってみました。見ていただいてありがとうございます。じゃあ今日は7月24日日曜日なんですけど、今もう5時回ったんでお片付けに入りたいと思います。100円寿司のかっぱ寿司に行くのよ。100円寿司って言ったら三浦だからって、マグロ名物だからって言っても、あのね、高いっていうか、まあ普通の寿司はあるんですよ、それはうまいっすよ。でもね、かっぱ寿司ね、普通にうまいから。でね、なんて言ったって、あの中学生が2人いらっしゃるんで、100円じゃないときついっていうまあそのメンツで言って、私がお金払うことはまずないんですけどね、スポンサーがいるんでね。って言ったってね、全部で11人だからね。まあ密にならないようにテーブルは離れますけどね。よいしょ。まだだからあんまり家の中とかでも一緒にならないよ。なんかまだ妹たち来てもいつもはもっと会うんですけど、まあ私が仕事っていうのもあるんですけど、あんまり会ってない。外でちょっと会うぐらい。さっき店には来てくれましたけど、アイス食べに来てくれるんで、いつも早く夏になんないかなって今言おうとしたんですけど、夏だよね。そうなんだよね。やばいやばいよ、梅雨明けるよ。8月になるよ、もう4連休終わったら。まあちょっと副業の方はね、明日も行かなきゃいけない感じなんだよね、今日見た感じだと。てな感じで頑張りたいと思います。残り私4連休乗り切れるかなって思ってたんです、ぶっちゃけ。まだ2日目だよね、あと2日なんとか乗り切りたいと思います。いや、乗り切らなきゃいけないんだけど、はい、頑張ります。今日はね、あ、でも今日も同じぐらい観光客の方と地元の客半々ぐらい。今日も、昨日もそうだったけど、昨日はもう一日もうありとあらゆるものが出たんですよね。今日はもう本当にソフトクリームばっかりと、ちょい鬼滅みたいなあ、なぜだって視聴者さんが今日会いに来てくれたのが、まあ本当にマジ嬉しかったです。超嬉しかったです。はい、ってな感じで、私がいつか皆さんのとこに会いに行けるようにこれからも頑張りたいと思います。じゃあねー。熱中症みんな気をつけてください。私も気をつけます。あ、かわいいアクセサリー。